ジマネーズの方が駄菓子かぶるんです。目やにがひどいね君はね。もうちょっとこれはえぐいでしょう。ちょっとごめん、もう登らないでそれ以上。っていうかもうずっとこう飼い慣らされた個体なので、すっごい人慣れてますね。見えます？もう俺見てもう友達って言ってる感じで、まあ今日からこの子をね大事に大事に育てていきます。もうアダルトサイズ上名前つけないかんな。名前何しようかな。名前何がいいかな。けんちゃんかな。あきかな。あきちゃんけんちゃん、何でもケンちゃん、アキちゃんで言えばいいと思ってるね。あ、この子はでもえぐくない？ちょっとほら、ちょっとごめんね、もう戻すからね、部屋にね。ちょっとお腹見せてごめんね、ちょっとお腹見せて。ブリンブリン、あーグーンって泣いた。ちょっと待って、足大丈夫か、足大丈夫かということで、後ろに猫がいるんで、うちの猫に見つかった瞬間に爆食されちゃうんだよね、この子。すぐに、別の部屋に連れて行って、ちょっと専用の部屋をね、明日中には完全に作ろうと思います。やべえなこれ。ちょっと触らせてね、ごめんね、今だけね、もう戻すからね。はい、うわー、もうって噛まれて血が出たりして大丈夫か。よちよち、けんちゃん、ロックかな、イージーかな。これ名前が分かんないな、名前つけなきゃいけないな、近いうちに。ちょっと視聴者の皆さん、じゃあちょっとこの子の名前をね募集します、コメントによかったら書いてください。私に任せていたらケンちゃんかアキちゃんになっちゃうんで、でケンちゃんとアキちゃんが大量にいすぎたらね、亀のケンちゃんと分かんなくなるんで、コウキかな、これだ、ナイキかな、トモキって顔もしてるな、分かんない、姫キかな。これえぐいよ、これめちゃめちゃでかい。はい、じゃあちょっとお家に戻るね。はい、ごめん。はい、じゃあちょっと君専用のお家を作って、あとご飯もね食べようね。はい、じゃあちょっと皆さん今日こんなもんで、巨大イエアメガエルでした。この子も可愛いね、北錦ハコガメですね。 iPhone のシネマスティックで撮影しています。すごいね。はい、このように設置してみました。じゃあちょっとコオロギあたり上げてみましょうかね。早い、見た、入れた瞬間に反応、うわ怖っ。食一発、見た瞬間にジャンプして、今一匹飲み込んだね。コオロギがビビった、コオロギがビビって何もできない状態。ゆっくり食べるか、今飲み込んだ、見えた、ゴクンってしたよね、飲み込んで5分。2匹目来るか。1匹食ったのがいっぱいか。もっと動いてるものに反応するぞ、どんどん。この子動いてるものに反応する。動いたら終わりだ。ちょっとでも動いたらパックンチョだ。完全に。ああ、食べた。早すぎる。飲んだ。
なんちゅう怖いやつだ。あとこの顔見て、ものすごいイエアメガエルの超アダルトサイズ。ウシガエルほどの爆食感はないけど、それなりに結構狙い定めたら一気にいくね。この顔見て、目ん玉がもうおかしなことになってる。ほら、目の玉見える。いや、メガエル怖いよ。バグバグ。一匹食ったらちょっと待つんだな、こいつ。一匹食ったらちょっと待つんだ、1分2分で、動いたら終わりだ。動いてるものを見つけたら食われるよ。意外に動きが俊敏だったな。スパッバクだったもんね。いやー、2匹目は食べないか。ということでね、イエメガエルこのように可愛がっていきますので、皆さんね、この子の名前募集してるんでコメント欄に書いてください。第一候補はケンちゃん、第二候補はアキママ、第三候補はヨウスケって感じでね、うん、私はこの名前がいい。エグっていう名前がいいな。エグい顔しとるげーの、エグ。はい、ちょっと名前はまだ決めないのでね、とりあえず第一候補エグになりましたけど、こういう名前がいいって人ね、名前をじゃあつけましょう。もうなんか目の上になんかもうパッカマンみたいな、あの出来物なんだろうね、あれ。でなんか動くと食うのかな。ケンちゃん、ケンちゃん一生懸命食ってるわ。ケンちゃん、ロック、アキちゃん、うわ、恐竜みたい。でも食うの下手だな。